皆さん、イヤッホーイエス、今日もこの時間がやってきました。皆さん、今日も森脇亮太の YouTube チャンネルに遊び来ていただいてありがとうございます。今日も話盛りだくさんでいくんで、最後までお付き合いよろしくお願いします。せーの、イエス。テーマは、はい、すごいミッドフィルダー。なるほど、すごいミッドフィルダーベスト3、戦った方の中で、はい、すごい。これもまたちょっと選びづらいんですけど、一人目はなんといっても日本サッカー界のレジェンド、そして川崎フロンターレのレジェンドでもある中村憲剛さんですね。はい、もう本当に対戦しててもこんなパスの上手な選手、視野が広い選手いるのかって、いつもこう試合をやるたんびに衝撃を受けてましたね。どう違う？いや、もう本当に見えてないだろうなと思っても、健吾さんはそこを見えてるんで、ディフェンダーからしたらもう健吾さんがボール持つと集中力を切らしてしまうと、一瞬でも切らしてしまうとやられるっていう感じですね。だから本当に、僕らが例えば健吾さんがボール持ってパッと見た時に、ああここは見てないな、前見てないなと思っても、もうその遥か前に健吾さんチェックして状況を把握してるんで、もうノールックでもこう蹴ってくるような、そういうタイプだったんで、まあ、本当に気が抜けなかったですね。もう健吾さんがボール持つたびにビクビクしながらディフェンスしてましたけど、だから本当に選手で視野が広いんだよ。視野がめちゃくちゃ広いですね。それと視野が広いのもそうですけど、やっぱりボールが来る前にもう周りの状況を360度チェックできてるんで、だから相手がどこにいる、スペースがどこにある、味方の選手がどこにいる、どこに走り出すで、あと予測もすごいと思ってるんで、味方がここに動くだろうなっていう、その予測もやっぱりすごいレベルにあるなっていうのは感じましたね。だから本当にもう中盤の中でももうトッププレイヤーは、もう僕が言わなくてもね、皆さんもご存知だと思うんですけど、トッププレイヤーであることは間違いないですね。しかもまたね、パスの種類もいろいろ豊富なんですよね。強いボールもくさび当てれたり、また裏にポワーンとね落としたりとか、そういういろんな、種類のボールを蹴れるんで、ディフェンダーからしたら本当に嫌な選手だなっていうのは感じます。多分僕だけでなく多くの J リーガーのディフェンスは、健吾さんのプレーは嫌じゃないかなっていうふうには思ってますね。それぐらい相手に、それぐらい相手にとったら脅威になるプレイヤーです。本当に監督とかも健吾さんにマンマークにつける監督もいれば、もう健吾さんがボール持ったらファール覚悟で潰しに行くっていうスタイルを取る監督もいるんで、それぐらいもう毎試合キープレイヤーなんで、健吾さんもねその中でプレーするのは大変だったと思うんですけど、それをねいとも簡単にこういなす力っていうのはやっぱりすごいですね。次はレアンドロ・ドミンゲス選手ですね。はい、レアンドロ選手が柏時代かな、対戦したんですけど、その時にもやっぱり衝撃を受けましたね。まあ、本当にブラジル人特有のテクニックがあって、パスも出せる、シュートも決めれる、そういう中盤の選手なんで、まあ、健吾さんに引き続いてレアンドロ・ドミンゲス選手も間違いなくトップ中のトップの選手ですね。まあ、もう、ね、J リーグでも MVP を取ったことあるのかな、それぐらいすごいんで、レアンドロ・ドミンゲス選手に関しても僕がどうこう言うよりね、皆さんのはもうたくさん知ってるんじゃないかな、凄さを知ってるんじゃないかなっていうふうには思いますね。特にどの辺が、もうなんかドリブルとかもなんか独特なんで、ちょっと日本人プレイヤーにはない感覚ですね。だから結構ねボール取れると思って飛び込んでもボールにすら触れないし、間合いを空けて対応したっていう感じですけどね。だからミドルシュートもシュートセンスもあるんで、結構いやらしい選手でしたね。はい、3人目は、今ヴィッセル神戸に所属している山口蛍選手ですね。はい、
もうホタルに関しては、もう守備能力はもちろんすごいのはね誰もが知ってると思うんですけど、最近になって攻撃力も凄まじいものになってきてるんで、ますます輝きが増してるなっていう感じですね。やっぱり他の選手でも、うん、以前対戦した時と比べて、うん、明らかに強くなってる。全然成長してる選手もうめちゃくちゃいますね。はい、なんで蛍選手に関してもセレッソの時もすごかったですし、神戸に行ってからもさらに成長してるんで、これからどこまで成長していくのかっていう楽しみもありますね。対戦した時もやっぱり蛍が、プレッシャーをかけに来ると、もうそれだけでももういかつかったんで、結構後ろからプレッシャーをかけられると怖かったですね。はあ、だからなんて言うんだろうな、オーラがある選手、うん、っていう感じですかね。皆さん今日も最後までご視聴ありがとうございます。今日は中盤の僕が対戦してきた中で、嫌だった強烈だった選手を紹介させてもらいました。またいろんなお話をしていきたいなと思ってるんで、皆さん、森脇の YouTube に遊び来てください。これからもよろしくお願いします。それでは皆さん一緒にせーのイエス、もう一回せーのイエス、今日もありがとう、バイバーイ。